はい、始まりました。石門チャップ TV。 まるまる選手は J2 が育てた、いや、まるまる選手は J リーグが育てた、だの上から目線のツイートに対してお前が言うなって思ってしまう石門チャップ。プロの舞台での華々しい活躍の過程には、カテゴリー以前に自身の実力や努力、もしくは強靭なメンタルがあってこそ、あくまでカテゴリーが選手を育てたなんていう結果論は、活躍した選手が自分で言うならまだわかるんですが、他人に言われるとイラッとするんじゃないかなと思ってしまうひねくれ者は私だけなんでしょうか。そこで本日のトークテーマですが、中断時代が多数ありましたが、2021年 J2 リーグ第25節を軽く振り返っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速、暫定ではありますが、今節の順位、試合結果等はこの通り。今節を一言で表すと、大雨で計4試合延期に鼻炎、首位と下位変動とありまして、今節は大雨の影響もあり、栃木 VS 群馬、松本 VS 京都、山口 VS 金沢、長崎 VS 山形と合計4試合が中止による延期。いやー、自分の好きなチームの試合が延期になるのは本当に辛い。代わりに他のゲームを見るんですけど、京都の試合を見るときに捧げるはずだった試合観戦のエネルギーを他の試合に持っていくのは個人的にはできない。よって今節の J リーグはふわふわした気持ちで見ていたのが正直なところなんですが、いろいろと振り返っていきますと、1試合分試合数の少ない京都から今節4試合ぶりに勝利した磐田が一時的に首位奪還となっております。そして長崎と金沢に至っては2週間連続の延期なので、試合感が鈍らないかが心配されますし、他のチームよりも今後中2日3日での連戦になる部分が必ずできるので、延期によりプラスに働くのは少し考えづらいかなと思います。それにしても長崎 VS 山形戦に関しては是が非でも見たかった。好調山形が連戦になってしまうこの延期が吉と出るのか凶と出るのか、好調なチームなだけに連戦による恩恵を逆に受ける可能性も山形に関してはあり得ます。そして下位チームに関してですが、降格圏内の4チームすべて負けなし、粘り強く勝ち点を積み重ねてきているようで、下がより詰まってきました。今節下位グループで唯一勝利した相模原はようやく最下位脱出。今後残留争いに一波乱ありそうな予感が漂う相模原の勝利となりました。そこで今節の試合結果の中から気になった試合をいくつか取り上げていきたいと思います。まず千葉 VS 新潟0対0の同点。新潟どうした？3試合連続ドロー。千葉があと一歩まで迫るも。とありまして、新潟もなかなか勝てない。リーグ前半戦の1巡目は新潟に対して負けてるチームが多いので、どの対戦相手もシーズンダブルは嫌でしょうから、各チーム、新潟に対する対策を打っているのでしょう。千葉はサウダーニャ選手に代えて桜川ソロモン選手を先発。一方、新潟に関しては、本間シオン選手とコウ選手がベンチスタートなど主要メンバーを入れ替えて、いろいろと手こ入れはしておりますが、共に調子が上がりきらず、本間選手に関しては流れを変えるという意味では理解できるんですが、コウ選手が先発でないのが個人的には気がかりです。対戦相手のサポーターとして見ていて、守備範囲が非常に広く厄介な選手の印象が強いだけに、個人的には不思議なベンチスタート。そして試合に関しては、リーグ最多得点の新潟が無得点に終わるなどらしくない試合結果。一方、千葉に関しては奮闘した分勝ちたかったゲームなのではないでしょうか。そして次、大宮 VS 秋田、1対1の同点。J1 から新加入2人組が早速存在感を示すも4試合連続ドロー。簡単に負けなくなったのは一つ大宮進歩なのかもしれません。またその大宮に関してですが、南選手が後ろを締め、前線は川田選手が引っ張っていき、ユース出身の奥貫選手がキレを取り戻したので、徐々にチームとしては良くなってきている気はします。ただ勝ちきれないあたりが2018年当時の J2 残留争いをしていた京都サンガ FC を見ているようでした。残り10分以内くらいになるとどれだけドキドキしたか、大宮も今同じような気持ちなのではないでしょうか。新戦力を加えて勝利すると案外乗ってくるので、大宮としては再開戦以降まだ未勝利なので、早く勝利が欲しいところなのではないでしょうか。そして次、町田 VS 岡山、1対1のドロー。多数シュートを放った乱打戦は後半残り10分で点を取り合いドロー。町田に関してはスーパーサーブ太田選手が決勝弾と思いきや、この試合は何と言ってもミッチェル・デューク選手。J の舞台に約3年ぶりの復帰で、先発2試合目にして早速高さを生かしたヘディング弾。岡山にとっては上条選手とのダブルエースのような存在で頼もしい限り。町田としては上位追撃に向けてもったいない引き分けとなってしまいました。そして次、岩田 VS 東京ヴェルディ、2対1で岩田勝利、一方東京ヴェルディ敗戦。
あの遠藤選手健在、セットプレー2発で首位らしく堂々の逆転。共に不調のチーム同士、このゲームを締めたのは大ベテランである遠藤選手でした。キック2本でチームを勝利に導く効率の良さ、41歳というのが信じられないです。フリーキックに関してはゴールとの距離が近く、少し縦回転気味で蹴り分ける技術力、技術に衰えなしとはまさに遠藤選手のことを表しているのではないでしょうか。そして一方東京ヴェルディですが、先制点の崩しは素晴らしかった。山下選手がさりげなくためを作るコース取りのドリブルと佐藤選手のダイレクトパス、これがいい環境になったと思います。よって森田選手がキーパーとの1対1でニアを射抜いた素晴らしいゴール、東京ヴェルディらしく自力で崩したゴールだったと思います。しかしアウェーでの弱さが露呈し、かつ永井監督に関するグレーな記事が出て以降は明らかに東京ヴェルディ下降傾向、不調チーム同士の対戦は岩田の力技で岩田が勝ち切るという展開になりました。そして次、愛媛 VS 北九州、2対2のドロー、残留争い対決、一時北九州逆転も愛媛の粘りの前にドロー終戦とありまして、共に降格圏脱出とはならず、この試合2得点の藤本選手に関しては前回北九州と対戦した試合以来のゴール、今季は北九州との対戦で3ゴールと相性の良さが出ております。そしてこの試合の藤本選手の2ゴール、共にスーパーゴールでした。特に1点目のゴールに関しては内田選手のフィードからの抜け出し、ここはかなり迫力がありました。対人に滅法強い北九州の村松選手を置き去りにできる藤本選手の強さとスピード、10番にふさわしい選手になってきた印象があります。そしてこの試合引き分けたことにより北九州は最下位に転落。このリーグ中断からの再開戦からこの2試合、チャンスの構築率は北九州素晴らしいので、そこまで悲願する必要はないと思っております。試合数を重ねていくにつれて北九州はまだまだ伸びる余地があるんじゃないかなと個人的には思っております。そして次、今節の最も注目試合に関してですが、長崎 VS 山形、まさかの延期。この試合の結果次第で昇格争いの勢力図が変わりそうだったので、今後のお楽しみゲームとしておきましょう。そして次、今節のサプライズ結果試合を取り上げていきたいと思います。相模原 VS 甲府、2対1で相模原勝利、一方甲府敗戦。セットプレーから相模原2発、甲府の猛攻を耐え抜き大型補強が実った下克上勝利、最下位脱出。ここ5試合4勝1分けの甲府に相模原よく耐えたと思います。結果 DNA マネーでムキムキのムキムキになった相模原がダントツの最下位から這い上がってきました。最下位脱出どころか降格圏を脱出しそうな勢いさえ感じますし、藤本淳吾選手の存在感は増すばかり。また後ろには若手有望株がきっちり守り抜いてくれるので、チーム内でも若手とベテランともに活躍しており、いい循環が生まれている気がします。そしてそんな相模原は次節勝利すれば他チームの結果次第では降格圏脱出が全然ありえそうなので、今季初の連勝になるのか注目ですし、甲府に関しては非常に痛い敗戦になったと思います。そして次、今節のベストゴール誕生試合を取り上げていきたいと思います。琉球 VS 水戸、0対1で琉球敗戦、一方水戸勝利。ミッドフィルダー松崎選手の先制点かつ決勝ゴールを選出。ボールの引き出し方、ドリブルのキレ、豪快なシュートの流れがスムーズとありまして、マジでこのゴールはかっこよかった。松崎選手以外誰も引き寄せないくらいゾーンが確立されている感じがしました。その要因としてはまず事前準備、ボールをもらう前から首をしっかりと振っており、自分の間合いを確保するような足元でのピタッとしたトラップにつながったと思います。しかもトラップした後のドリブルがボールと足が一体となった持ち運び方なので、小回りも効きまくり、ディフェンスも突っ込むにも突っ込めないという状況、そして最後は豪快にズドンなので、音で例えるとピタ、ササ、カッカッカ、ズドンみたいな松崎ゾーンを確立したスーパーゴール。結果的にも決勝点となったゴールなので文句なしのベストゴールだったと思います。そして一方琉球に関してですが、前節の北九州戦はなんとか勝ちましたが押される展開が長く、この試合でも水戸におおよそ倍くらいのシュートを許すなど怪我人の影響もあり下降傾向なのは否めません。次節は絶好調山形との対戦、昇格争いに踏みとどまるためにも絶対に負けられないゲーム、琉球にとっては正念場と言っていいでしょう。そして次、次節の注目試合を取り上げていきたいと思います。先ほど述べた山形 VS 琉球もそうなんですが、一番は新潟 VS 相模原、最下位脱出の次は降格圏脱出。
不調新潟相手に上昇気流に乗る下克上の2連勝なるのか、新潟にとっては正念場とありまして、開幕連勝街道を突き進んでいた新潟と琉球にとっては昇格圏内と勝ち点差4空いており、これ以上離されるわけにはいきません。そこで注目として挙げている新潟 VS 相模原ですが、新潟の開幕連勝を止めた相模原が後半戦新潟に再び牙を剥くのか、新潟はメンバーを変えながらも3試合連続ドローといまいち調子が上がらず、開幕5連勝時の新潟はいずこへ状態ですが、新潟がボールを握り相模原が耐える展開であることは容易に想像ができます。降格圏を脱出したい相模原と昇格争いに踏みとどまりたい新潟、異なった目標を持つチーム同士の対戦もこれはこれで楽しみです。そして最後に個人ランキングについてですが、得点ランキングに関しては変動なし、アシストランキングに関しては東京ヴェルディの佐藤選手が今節1アシストを記録しており、8アシスト目、得点ランクとアシストランクトップ3ともに東京ヴェルディの選手が上がっておりますが、チームの成績はトップ3に入らずとなっており、サッカー不思議なもんだと改めて感じさせられます。以上、今節の動画に関してはここまで。京都 VS 松本の試合に関しては開催後個別でレビュー動画を撮る予定ですので、そちらは今後お楽しみにということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。